一般教育とは、茨城県にある住宅会社、株式会社ノーブルホームが2007年3月より始めた社員教育活動。家を建ててもらった顧客宅へあえて手土産を持たずに箸と茶碗を持って顧客宅へ訪問し、食事をごちそうになりながら顧客の本音を聞くことで社員の業務の改善やモチベーションの向上につながっている。2008年、 一般教育は発案者である菅谷博士によって商標登録された。2009年、グッドデザイン賞を受賞している。一般教育ロゴマークことわざ、一宿一般の恩と一般教育の一般を語呂合わせして名付けられ、顧客から一般の恩を受けながら、感謝の気持ちやサービス精神、マナー、顧客心理を学ぶという意味がある。 住宅の建築に携わった担当者たちが入居後の家にあえて手土産を持たずに訪問し晩ご飯をご馳走になりながら顧客に本音を語っていただく手土産を持っていかない理由は手土産を持って行ってしまうとその分だけ気を使った話をされるだけで顧客の本音をいただくことができないと考えたから食事をご馳走になるというふの悪い立場を 意図的に作ることで顧客が本音を話しやすい環境となる。ずっと言えないままだった顧客の本音を忌憚のない意見として聞き、そこから得られた気づきから仕事の改善テーマに役立てるという。訪問後は感想共有シートに伺った際に得た気づきを記入し、全社員で共有している。一般教育のルールは以下の通り、一般教育の効果としては、 下記の事例が報告されている。テレビ東京ワールドビジネスソテライトでは一般教育を新入社員教育に取り入れたことで社員のモチベーションアップにつながっていると紹介されている。プリアー宣伝会議2008年2月号ホール水保総合研究所2008年11月号ありがとうございます。